まずは挨拶の前に一言いいかな。ブルアカアニメ放映おめでとう。この日を心待ちにしていたよ。実に3年だ。3年前の5月、リリースして3ヶ月で長時間メンテを含むメンテ地獄、戦術対抗戦のバランス崩壊に、天井緩和、やけくそ補填にステマ炎上、決して可愛いキャラだけのゲームじゃなかったのがブルーアーカイブだ。だがこうして対策委員会が、シロコが動いているのを見ることができて、全てが報われた気分だ。本当にありがとう。星野が一番可愛いわけですよ。ピンク髪のオットアイですよ。加えて一人称はおじさんときた。おっとりしつつもリーダーとしてみんなをまとめ上げてる。一番の年長者なのに、マニア好みの平坦なボディは私の心に刺さりすぎました。その懐の深さでみんなを後ろから支えていくんです。先生の右腕としてポジティブなグーダラお姉さんとしての活躍が楽しみで仕方がない。オープニングの情報量があまりに多すぎる。200回見直したが、なぜか泣けるし救いがあらんこと。先生のデザインが明らかにバフされすぎているのは徹底抗議するものとして、なお許せないのが白子の足の匂いを嗅がなかったことです。このままではイオリの足も舐めないし、カリンに踏まれる展開もない、小春にエッチだとそしられる可能性もないということですよ。これは由々しき事態です。英国の代表として、紳士の国として断じて認めるわけにはいきません。これが英国民の総意であり、ブルーアーカイブに求める私の全てです。